中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の提供でお送りします。やってきました、日本海。ここは福井県の越前松島。今日はこちらで楽しめる施設をご紹介します。福井県の景勝地、東尋坊から車で5分ほど、日本海に面した場所にある越前松島水族館。こちらは見て触れて楽しく学べる水族館として人気の水族館なんです。加藤さん、越前松島水族館でまず見るところは？まずは海の上を歩けるサンゴの海を見ていただきたいです。子どもたちにも大人気の場所で、水面がシースルーのサンゴ礁水槽、サンゴの海は世界でもなかなかありません。海面を歩いてみたり、寝転んでみたり、夢の海面浮遊体験に子どもたちも大興奮です。みんなが興奮するのもわかります。続いて触れるとは？1日に2回アザラシの触れ合いタイムを設けております。どなたでも触っていただけます。またウミガメなどには餌をあげることもできますよ。それは楽しそう。アトラクションも充実してそうですね。アトラクションとしてはイルカショーをはじめ、ペンギンのお散歩タイム、またカワウソの食事を見るアトラクションがあります。アトラクションではありませんが、赤ちゃんから大きな水ダコまで水ダコのみに特化した水ダコ館もあり、こちらでは水ダコに触れることもできます。皆さん、ぜひ越前松島水族館にお越しください。日本海に面して子どもたちに大人気の越前松島水族館、休日には絶景の海岸でバーベキューもできますよ。アクセスは北陸自動車道金津インターチェンジからおよそ20分です。周辺には温泉街やテーマパークがあるので、北陸にお出かけの際はぜひお楽しみください。続いてはハイウェイインフォメーションです。お得なドライブプランのお知らせです。ネクスコ中日本の早旅ドライブプランは、指定の高速道路をご利用期間内定額料金で乗り降り自由の乗り放題というお得なプランです。観光施設の入園券やお買い物券もついたプランもありますので、利用目的に合わせてチョイスしてください。詳しくはネクスコ中日本のホームページをご覧ください。この番組は高速道路